さんこんにちは、レイマイです。本日の動画は世界でバズり上げている Y2K ファッションを意識してコーデしてみたルックブックです。普段はどっちかといえば80、90年代っぽいレトロなテイストのファッションを好みがちなので、自分的にもねかなり新鮮でそわそわしましたが、ぜひ皆さんにもそわそわしながら楽しんでいただけると嬉しいです。明日発売されるフェケテの新作とか、これからね発売されていくアイテムがたくさん登場するので、ぜひそちらもチェックしてくださいませ。
ヘイマイ渾身の Y2K 風ファッションいかがだったでしょうか。というわけで明日発売のアイテムラインナップはこんな感じです。今回の動画には登場していないんですけれども、キャップ二方とベレー帽もこちらのアイテムたちと同時発売されるので、明日5月8日のお昼の12時、ぜひぜひフェケテ覗きに来てください。こちらのポインテッドトゥーパンプスは3色展開になってて、カジュアルにもセミフォーマルにも使えて、ヒールがねそんなに高すぎないので疲れにくく、ジャンプもめっちゃできます。バイカーショーツってめっちゃ可愛いけど、お尻みたいな感じでラインがね見えすぎてなかなかトライするのが難しかったりもするじゃないですか。でもこちらのバイカーデニムは生地がねデニムなので、その心配もなくてめちゃくちゃ使える、何より超可愛いです。配色が絶妙でめっちゃ可愛いテリーコットンのマルチボーダートップスと、こちらのめちゃくちゃトレンドライクなホックカーディガンはとにかくね着心地が最高で、なおかつカーディガンの方は冷房対策とか日よけにも使えるので、最近レイマイもめちゃくちゃ着てます。というわけで本日の動画も最後までご視聴くださり誠にありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。